本人は、江戸時代以降の宿場で、身分が高いものが泊まった建物。大名や、旗本、幕府役人、直視、旧門跡らが利用した。大旗小屋とも、原則として、一般のものを止めることは許されておらず、営業的な意味での宿屋の一種とは言えない。宿役人の問屋や、村役人の名主などの居宅が指定されることが多かった。また、 本陣に次ぐ格式の宿としては、脇本陣があった。歌川広重、東海道五十三寺のうち、関本陣の由来については、南北朝時代や戦国時代に遡らせる説もあるが、明確なものとしては、関英十一年に将軍、徳川家光が上洛の際に宿泊予定の邸宅の主人を、本陣役、本陣職に任命したのが起源とされ、 翌年の参勤交代導入とともに制度化された。本人は、皇帝の都合などを勘案して指定された。そのため、宿泊に利用される本人のほか、昇級士などに使われる原則として、宿泊はしない本人が指定されることもあった。宿場長であっても前後の宿間距離が短い場合などには、本人が置かれない場合もあった。また、大名家などが懇意としている。 有力者の家を独自に指定することや、その宿場に宿泊する大名が多い場合に、複数の本人が指定されることがあった。前者の例としては、三戸街道、小金塾で公式には、大塚家が本人に指定されていたが、三戸藩は独自に日暮れ家を本人として指定していた。後者の例としては、三戸街道、土浦塾で、山口家と大塚家が共に本人として指定されていた。 本陣の規模は縦坪200壺程度のものが多く、一般の旗小屋には設置が許されていない表門、式台付玄関、上段の間を備えた。利用の原則は利用者一組かし切りで、宿泊が重ならないように完全予約制としていた。先約で予約を断る際は、宿場内の別の本陣や脇本陣を案内していた。予約は、 先着順だが、天皇の使いである勅使や徳川御三矢は、例外で予約は最優先とされた。本人が利用されるときは、広く知らせるため、表門に、関札と呼ばれる木製か紙製の看板が掲げられ、本人利用者の名前、利用する日付などが示された。関札は利用者の家来によって利用日の数日前に、行われる本人での打ち合わせの際に持参された。 本人には宿泊者から謝礼が支払われたが、それは、対価ではなくあくまでも謝礼であり、必ずしも対価として、十分なものとは言えなかったとされる。そこで本人の指定に伴い、その家の主人には、名字盾脇、門や玄関、上段の間を設けることができるなどの特権が、認められた。一方で、それらを名誉なこととして受け止め歓迎する向きもあった、ものの、 出費がかさんだことで没落する家もあった。特に、江戸時代後期になると、犯罪性の悪化に伴う謝礼の減額や、本業である問屋や商屋としての家業の不振による経営難で、元の本陣家が破綻して指定前されたケースも少なくない。文久二年の文久の改革によって、参勤交代が形外化し、さらに、明治維新によって、参勤交代が行われなくなると本陣は、 有名無実となった。明治3年に、明治政府より、本陣名目の廃止が通達されて、制度としての本陣は消滅した。東海道草津塾本陣甲州街道日、野塾本陣稲葉街道大原塾本陣、北陸道砂場派本陣本陣は、それぞれの地域の有力者の邸宅であったため、明治維新後の宅地開発などで多くが、取り壊されてしまった。 開発に伴い新築、更新された事例のほか、敷地を利用して公的施設とされたのも多い。破却などを回避した建物は文化財としての維持保存が考えられるようになりつつ、ある。観光資源として使われるようになったものもある。記述は、左から順に、街道名、本人の名称、現在の所在地及び、特記事項を表す。 特記事項として出かったものはウェブサイトへのリンク。なお、解道名も本人の名も過去のものであり、現在は俗称である。従って本来、現在名はすべて旧を関する。ありがとうございます。